気づけばもう11月、オープンイエロー OS は9月末日の正式リリースを予定していたのですが、現状はまだパブリックベータも提供できていません。うかつでした。今回はのびのびになっているオープンイエロー OS の進行状況をお知らせいたします。現在開発中のオープンイエロー OS はデビアンをベースとしています。そしてこのデビアンの安定版は2年サイクルで公開されます。現在のバージョンは11で、公開されたのが2021年8月14日。今までのペースだと次のバージョンは2023年夏頃の公開が予想されており、テスト版ではすでにそのバージョン12に向けた準備が進められています。ここが今回の肝になるのですが、その前にデビアンの開発ブランチについてちょっとおさらいしておきましょう。デビアンの開発ブランチは4種類あります。まず安定版、文字通り厳密に安定性を検証したバージョンです。多くの派生ディストリビューションはこの安定版をベースとして開発されています。次にテスト版、次期安定版となる公開テスト中のバージョンです。オープンイエロー OS はこのバージョンを採用しているのですが、この後紹介する不安定版で一定期間致命的なバグが発見されなかったパッケージが自動的にテスト版に組み込まれます。このバージョンをベースとしてセミローリングリリースモデルとして開発されているディストリビューションがあります。不安定版、開発者向けのバージョンでコードネームは不変のシド、トイストーリーでいつもおもちゃを壊す悪ガキのキャラクターにちなんでいます。通常新規パッケージはこのバージョンに投入されます。セキュリティのアップデートは提供されませんが、パッケージの更新サイクルが早いためセキュリティの問題も比較的早く取り除かれます。まあここら辺はもう本当に開発者とか腕自慢くらいしか使いませんね。そして実験版、影響が大きなパッケージ群を不安定版に入れる前に一時的に置かれ、不安定版との組み合わせによりしばらく実験が行われます。実験版だけで全ての導入を行うことはできず、他のバージョンとの組み合わせにより動くものになります。まあ小田島みたいなユーザーはまず触れることがありませんね。とまあ以上がデビアンの開発ブランチ4種類です。で繰り返しになりますが、オープンイエロー OS ではこの中のテスト版を採用しています。テスト版ではデスクトップなどで使う分には支障ない程度の安定性を持っていると言われ、最新のデスクトップを使いたい場合はこのテスト版を使うことが多いです。はい、小田島はここに注目して採用したいと思いました。 GNOME 40以降の環境に惚れてしまったんですね。まあ賛否はあると思いますが、それでも GNOME の存在というのはオープンソースソフトウェアの中ではとても重要です。積極的で活発な活動は時としてチーム内での方向性の違いによりチームを分裂させることもありますが、それでも長い歳月をかけて作り上げてきたデスクトップ環境はオープンソースソフトウェアのフラグシップと呼んでも過言はないと思います。そしてそのデスクトップ環境を使いたいがために選んだテスト版はパッケージの更新が機械的に行われるため依存関係が壊れやすいというデメリットがあります。正直なところここの影響を軽視していました。もうちょっと大丈夫かなと思ってたんですよ。デビアンプロジェクトでは次期バージョンのめどがついた段階でバージョンが入れ替わるため、安定版がリリースされた翌年の夏から秋にかけてテスト版の入れ替えが入ります。まずはここを失念していました。そのため動作確認した上でバグ修正していても、整えたはずの依存関係はアップデートによってすっかり書き換えられてしまい、先ほどの説明通り依存関係が簡単に壊れてしまうため、修正したバグの他にも別なバグが出てきたりとてんやわんやです。つまりは現在のビルドでパッケージのアップデートを行うとあちこちで不具合が出てしまいます。まあ、全く使えないわけではないのですが、望んだ形にならないというのが現状です。この改善については開発責任者の俊夫さんを中心に開発メンバーに日々頑張ってもらっています。はい、もう小田島じゃどうにもできません。まあとにかく浮かずだったのはこの状況と対策を全く考えていなかった小田島です。繰り返しになりますが、デビアンは2年サイクルで安定版がリリースされるわけですが、当然その間にはさっきお話ししたテストブランチのパッケージが入れ替わります。それを利用してサブローリングリリースモデルとして開発しているディストリビューションもあり、そこをイメージしていたのですが、バージョンの入れ替わるタイミングや依存関係が壊れてしまうことを少々軽視してしまっていました。
それに加えてメンバーそれぞれも多忙だったり体調不良だったりと9月末のリリースを予定していたはずですが、全然間に合ってないわけでございます。今後のアップデート対策を含めて改めて調整中というのが現状です。いやー、本当にやってみないとわからないことばかりですね。面倒な上難しいことをやってもらっておきながら、やっぱり安定版をベースにした方がいいかなとか正直思っちゃいます。ただその反面、こういう状況にうまいこと対応できる環境が整えば、セミローリングリリースモデルという特徴が生まれるのではないかなとも思うわけです。今の段階ではアップストリームの状況にほとんど依存しているため、まだまだ難しい面は多いですが、今はセミローリングリリースモデルを目指しているという感じです。まあ、ローリングリリースならばアーチリナックスやオープンスーゼをベースにした方がという声もあるでしょうが、あえてのデビアンというところに意味を感じているのであります。具体的な日程はまだ調整中ですが、今度こそパブリックベータとして皆さんにご提供できる準備を進めているので、お待たせしてばかりいますが、もうちょっとだけまたお待ちください。以上がオープンイエロー OS の進捗状況でございました。今回はオープンイエロー OS の公開が遅れた言い訳会ではありましたが、開発メンバーやクローズドベータに参加していただいている皆さんのお力により、より良いディストリビューションになってきていると感じています。ただのカスタム Linux であれば、もうさっさとリリースしてしまい、バグがあってもごめんちゃいくらいの感じでご利用ししていたかもしれません。ですが、この OpenYellOS の開発に携わってくれている皆さんは、すでに日本を代表する Linux ディストリビューションというか、日本を代表する OS の開発として力を振るっていただいています。技術的にもプロジェクトの運営管理についても、まだまだ未熟な部分はとても多いとは思いますが、引き続き皆さんのお力を貸していただければ幸いです。パブリックベータの準備が整い次第、このチャンネルはもちろん Twitter や公認サイトでもお知らせいたしますので、その際はぜひともよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは Linux をはじめとした世界中の OS を紹介したり、中古 PC やスマホをいじくり回してます。ラズベリーパイやレトロゲームで遊んだりもしているので、ちょっとでも楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。同じ PC フリーダムの名前でブログと Twitter でも情報発信をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 PC フリーダムの小田島でした。パブリックベータではバグの報告も含め、さまざまなハードウェアの動作確認についてもたくさんの情報をご提供いただけるように検討しています。今開発しているのが64ビット版のみで、デスクトップ環境が GNOME という Linux においては重量級の環境ではありますが、どこまでできるかを確認したいと思っています。Linux はどちらかというと古いハードウェアに向いていると言われ、比較的古いハードウェアの情報は集まりやすい傾向にあります。ですが、新しいというか新しすぎるハードウェアの対応が遅れることもしばしばあります。まあ、それはカーネルの仕様を付き合わせれば良いのかもしれませんが、ちょっと現実的じゃないというか、まあなんかこう、机上の空論っぽい雰囲気も感じてしまうので、リアルな結果が知りたいという感じです。まあそういった古いのはどこまで古いハードウェアが、また新しいのはどこまで新しいハードウェアがというところまで情報のご提供いただければと思っております。